DS PDS。 ヘイ、スマイルズ京都ね。 iPhone X 買ってすぐ壊れる系 YouTuber のトゥルです。でこちらね、未だにリンゴループです。でアプリには問い合わせてないんですけど、問い合わせたか、なんか保証聞かないんで、普通に業者に頼んだらなんか直らないってやれて、他の業者にも頼んだらなんか iPhone X まだ受け付けてないとか言い出して、マジねって感じで、もうちょっとね、アップルね、疲れちゃったんで、ちょっとアンドロイドデビューしようかなと思いまして、ちょっといろいろ調べてたら、iPhone X になんか近いもんないかっていろいろ調べてたら、これ iPhone X やないかいって思って、どうせ高いんや、うわー !3 万円って感じで、もう3万円がね、インパクト強すぎて、ポチりました。決算がうまくできなくて、今日買えなかったんですよ。で、待てなくて、ビッグカメラで買ってきました。バーファーウェイ P29 ってなんだ、ファーウェイってなんだ、ファーウェイってなんだ。はい、僕アプリ以外のスマホね、多分買ったことないと思うんですよね。でファーウェイって中国ので、ちょっとなんか大丈夫なのかなって感じはあるんですけど、もう見た目がね iPhone X だったね。大丈夫ですよ。これがね、税込み3万5千円でしたね。税抜きだと3100円的な。さあ、箱からちょっと差が出てるかな。でね、なんか Amazon でベストセラー1位でね、すごい評判が良かったんですよね。桜じゃなきゃいいっすけどね。桜、てる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 。おー、なんだこれ。すごーい。カバーが袋。うわー、すごい。うおー。普通にいいやん、めっちゃ。剥がしの儀式。で、本当はね、ブルーが欲しかったんすよ。今日ビッグカメラに問い合わせて、カラーとかあるんすかって言ったら、もう全種類あるとか言って、うわ、全く売れてないやんけって思って、普通にビッグカメラ池袋で行ったらさ、なんかなかったんだよ、ブルー。ざけんねん。でもわざわざしたのによ。めっちゃパーすげえ。もうこれのね、すごいところでね、デュアルカメラがついてんすよ。そう。iPhone X にもついてんすけど、デュアルカメラがなんか普通になってきたんすよね。デュアルって何かというと、背景をぼやかして人物を浮き出させたり、なんかいろいろね、幅広くなんですよね、撮影が。だからインスタ映え、お、軽いな。インスタ映えもね、結構するんですよ。確かね、顔認証のね、ロックもあってる気がするんですよね。プラス、後ろにもね、指紋認証があって、もうこれ2つあるのは便利ですよね。こっちはね、顔認証しかなかったんで、しょぼかったんですよ。全然ね、顔認証してくれなくてね、普通に指紋センサーの方が良かったっていうね。あとなんか急速充電が合ってる気がするんだよね、これ。急速充電。すごい早いっていう。はい、ということで充電もしました。指紋ロックね。これ指一本でね、できます。いきますよ。早いんで。ほら、これで できちゃうんですよ。すごくないですか？いきますよ。これ押すだけで。ほら、早くね？これめっちゃ早いんですよ。これがね、すごいお気に入りです。動画はね、ちょこちょこ見たんですけど、ちょっとね、音があんま良くないっすね。音が片方からしか出ないんですよ、こっちが。だからこれ押さえると、なんだこれ？なんか勝手に動いてた。ほら。iPhone X はね、こっからも音出てくるんですよ。なんか立体的な音になるんですけど、これはね、こっちから出ないんで、しか出ないんで。ちょっとしょぼいっすね。まあ、3万円なんでね。あとなんだ？何紹介してんだ、あと。やっぱ何よりもね、画面がでかいってのがいいですよね。これ、この色さ、完全 iPhone X を真似てますよね。iPhone X もこんな感じじゃなかった？最初、初期。で、カメラがこんな感じで。ポートレートもありますね、ポートレート。ポートレートがあんまよくわかんない。まあ、綺麗に撮れるやつがポートレートなんですかね。すごい綺麗に撮れますね。ちょっとじゃあ動画撮ってみますか。ピントも合うね。これがインカメのビデオカメラです。フチパーフチピー。お、でも結構広角だね。あ、すごい。これあれだよ。自撮りするために結構広角になってますね。はい、
って感じでね、すごくいいですよね。3万円のくせにここまでできるなんて、やっぱベストセラー1位なんだけありますよね。で、これはライトなんですけど、プロだとなんか防水だったり、カメラが3つついてたりね、よくわかんないですよ。4000万画素とかでね、もう人間の目を超えたね、カメラになってるんで、まあ3万円ならアンドロイドデビューしやすいなと思って、今日はね、買ってみました。ちょっとね、1週間ね、使ってみないとわかんないんで、今のところね、全然いいですね。で、SIM も入れ替えてんで、これ。ちょ、これでね、インスタマグラマーになってきてて思います。若干ね、iPhone ってよりね、でかい感じがしますね。カバーが入んないんで。では、ちょっと一週間使ってみます。Yes! And see you! PDS 株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。